同じ職場で2人がいるにもかかわらず全く2人の愛が育まれていることを知らずにおりまして、突然坂井博樹先生からお電話いただきまして、ちょっと一身上のことでご相談があると、そーっと後ろからついてきた人がいました。どっかで見た美しい人だなと思いましたが、石田ゆき子さんでした。普段教え子の結婚式には出ないようにしているんですけど、ゆき子の結婚式だったので来ました。うん、お祝いを本当に言いたくて、いっぱい苦労をねしてきた部分を見てはいるので、幸せにしてあげてほしいなということを旦那さんに、はい、半端ないプレッシャーをかけに来ましたので、よろしくお願いします。そうですね、本当に優しい人です。本当周りの人の気持ちをしっかり考えてくれる、本当に素敵な人だと思います。めでたい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 時は乾杯だ、乾杯だ、声高らかにおめでとうございます、乾杯。お母さんとはいつも一緒、何でも話して何でもしてもらいました。時にはすごいひどい言葉をかけることもありました。たくさん傷つけてしまったと思います。本当にごめんなさい。お母さん、いつも私の一番の味方でいてくれてありがとう。めちゃくちゃ綺麗。どうしても力が出ない時や何かに悩んでしまった時、苦しんでいる時は自分に力を貸してくれることを誓いますか？はい、誓います。楽しむ時はうんと楽しんでください。ですが家で私が待っていることを忘れずにきちんとお家に帰ってきてくれることを誓いますか？はい、誓います。明日からも互いの良さを十分に発揮できるように、相手の弱い部分を理解し支え合え、絆の強い夫婦になることを誓いますか？家庭をごめんねよりもありがとうでいっぱいにしていくことを誓いますか？はい、誓います。